新加入のゴールキーパー佐藤選手はどんな選手ですか。まあ、多分僕もそうだったんですけど、まあ、18ぐらいの新入団の頃でまだ高校生っぽさだと思ってるんで、まあ、ちゃんと育てていかないといけないなっていうふうには感じてます。それ、まあ、それでいつかやっぱり実力つけてちょっと争いたいし、なんていうんですかね、まあ、キーパー全体でレベルアップしていかないといけないなっていう。ジェフの反省点、問題点でもある得点力不足についてどう思いますか。そうですね、まあ、去年はやっぱり取れるところで点が取れないっていうような状態が続いたんで、やっぱり後ろの人間なんで僕はやっぱりそれを失点を防げばなんとか勝ち点1が拾えるっていう状況には持っていきたいなと思ってたんで、まあ、もし流れ悪くてもそうですね、失点しなければもしかしたら一発のチャンスで1点が取れた 1-0 で勝てたらもうそれで勝ち点3取れるじゃないですか。そういうのを目指してたんですけど、まあそこまで踏ん張れなかったなっていうのもあるんですよね。そうですね、ちょっと後ろがっていうよりはちょっと攻撃できなかったなっていうのが去年の課題なんじゃないかなと思います。で、90分間のうちの半分以上はちょっと守ってるような状態が多かったんで、今年はもうちょっとうちが攻撃を仕掛けている、まあ、J2 なんですけどね、やっぱり攻撃を仕掛けて点を取りに行きたいなと後ろですけど思ってます。まあ、まさに、まあ、いい守備がないと攻撃、いい攻撃多分できないと思うんですよ。まあ、相手が例えば人数かけてこう攻めてくるじゃないですか。できっちり前がかりになっているところでしっかり抑えて、まあ、その切り替えのところって多分攻撃側は絶対遅れるんですよ。こう前がかりになってるから、もうそこでキーパーが取った瞬間にもう今よく僕ら練習でやってるんですけど、切り替えた瞬間にもうこう裏を狙うとか攻撃の起点にもなると思うんですよ。キーパーがチャンスにもなるなっていう、まあ、そこでうまいこと相手に攻めさせるぐらいの余裕があればそのカウンターで一発狙えるんじゃないかなっていうふうには今思ってます。岡本選手にとってサッカーとはどんなものですか。そうですね、まあ、サッカーは点取るスポーツなんですけど取らせないスポーツでもあるんで、まあ僕のポジションで言ったらまあやっぱりそこがだいぶウェイト占めてるんで、取らせないために何ができるかっていうところで日々悪戦苦闘してます。背番号1、岡本正弘。彼の成長の中にジェフの成長がある。地域に密着した会社でありたい、生涯のパートナーとしてありたい。頂点、みんなの笑顔を目指して、選手、クラブ、サポーター、そして君津住宅。今回のウィンバイウォールいかがでしたでしょうか。岡本選手の考えるサッカーを知ることでまたジェフの可能性が見えてきたのではないでしょうか。それ、まあ、それでいつかやっぱり実力つけてちょっと争いたいし、なんていうんですかね、まあ、キーパー全体でレベルアップしていかないといけないなっていう、やっぱり攻撃を仕掛けて点を取りに行きたいなと後ろですけど思ってます。まあ、まさに、まあ、いい守備がないと攻撃、いい攻撃多分できないと思うんですよ。相手が例えば人数かけてこう攻めてくるじゃないですか。できっちり前がかりになってるところでしっかり抑えて、まあ、その切り替えのところって多分攻撃側は絶対遅れるんですよ。こう前がかりになってるから、もうそこでキーパーが取った瞬間にもう今よく僕ら練習でやってるんですけど、切り替えた瞬間にもうこう裏を狙うとか攻撃の起点にもなると思うんですよ、キーパーが。
では最後にサポーターの皆様へメッセージをいただきました。岡本です。石垣島で死ぬほど走ってきました。これで多分 J1 に上がれると思います。今年も1年よろしくお願いします。岡本でした。ここでプレゼントのお知らせです。ジェフユナイテッドオフィシャルプログラムユナイテッド2月号を5名様にプレゼントいたします。ご覧の宛先または千葉テレビウィンバイウォール番組サイトのプレゼント応募フォームよりご応募ください。最後に試合日程です。第1節3月7日ロアッソ熊本との対戦。第2節3月14日サガン鳥栖との対戦。第3節3月21日徳島ヴォルティスとの対戦。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。